遥か昔、神により作られた秩序の世は、神のしもべたる天使たちにより正しく導かれていた。その世の中で人々は幸せを感じ、健やかに繁栄していった。しかし、 神の世といえど永遠ではない。神の生み出した清らかなる流れも、人の営みの中でいつしか淀み、世を腐らせる毒となる。そして狂った秩序は混沌となり、 過ぎた混沌もまた秩序によって飲み込まれていく。諸行無常なるこの世の中で知恵を得た人間たちがいかに歩む、そして骸となるか。新たな王の生まれるその日まで、 ゆっくりと眺めさせてもらうとしよう。いいか、よく聞け。先日配布された端末にまだ登録をしていない者がいるようだ。 そろそろ仮アカウントの期間が終了するから、今のうちに登録を済ませておけ。
それからもう一つ、最近物騒だから必ず集団で寮まで帰るんだぞ。ホームルーム終わるぞ。ありがとうございました。ね、ちょっと。あ、なあ、ねえねえ、あのね、なあ、何かな。いや、君は一人か？今集団下校が推奨されているだろう。よかったら僕らと帰らないか？知り合いなの？僕と宮津が一緒にいる時、彼と何度か会ったことがある。そうなんです、タオ先輩。そっか、いつも一緒にいてくれるお兄ちゃんがいて安心だね。はい、僕ら家族は二人きりだ。それに兄が妹を守るのは当然だろ。その通りだね。それじゃあみんなで帰りましょう。
そういえばタオ先輩、相談したいことって何ですか？最近ね、不思議な夢を何度も見るの。遠くから誰かが私のことを呼んでる声が聞こえてきて、それが次第に近づいてきて、間近で聞こえた瞬間目が覚める。そんな夢が毎日続いていて、相談というか誰かに聞いてほしくなって。夢は不安などの心理状態が影響する。進路のことで不安でもあるんじゃないか。なんといっても君は。何かあったのかな。そうみたいだ。すまないが少し様子を見てくる。すみません、校内。おい。来たんですが、電話をしながら駅の外へ走って行ってしまいました。そしたらタオ先輩にも電話がかかってきて、静かなところでかけ直してくるって。あの先輩、お兄ちゃんの様子見てきてもらえませんか？いつも私だけ心配されてるけど、私だってお兄ちゃんのこと。ありがとうございます。私はもう少しここでタオ先輩を待ってみます。私はもう少し。私はもう少し。おい、このトンネルのあたりで化け物を見たという噂があります。あいち、天井すっごい低いわ。奥は暗いです。なんかヤバそう。
いよいよ奥までがっつり攻略しますね。これはなんかいそうな雰囲気が。ここで何をしてる？手を奪い取った。知恵を失った神々は悪魔となり、奪われた知恵は知恵の実として楽園で管理されるようになった。ある時、一匹の蛇が楽園に現れ、人を誘惑した。この楽園にある知恵の実を食べる。蛇の狙いは再び神々の争いを引き起こすことであった。利用されているとも知らず、各世界の人たちは楽園の実を一斉に食べてしまった。食べた知恵の実は魂と結びつき、人は神に近づいた人間になったのである。それを知った法の神は激怒し、人間は楽園を追われた。人間よ、知恵を得た魂を持つ人間よ、悪魔はお前たちを狙っている。そのことを忘れるな。なんということか。この地に人間が紛れ込むとは。ここは人間の立ち入ってよい場所ではない。故に貴様は外に連れ出してくれる。混沌の悪魔ではなく、大天使に導かれし我らベテルと出会えたことを感謝せよ。口を閉じ暴れぬようにしろ。安全な場所までお前を搬送する。
況を確認。少年、死にたくなければ手を取れ。古き神の姿、ナホビノに戻ったか。神に引き裂かれた知恵と生命を、何時らは協力し、未来をつかみ取らねばならぬ。光を目指すも闇を望むも自由だが、いずれ天と地を越えた地で愛が見えよう。その日まで、その力を持って戦い抜くのよ。少年、聞こえる。君は私のルーツ、ナホビノと呼ばれる存在だが、体は私をベースにしている。意識は知恵である君の領域のよう。指示を頼む。君の意志に従い共に戦おう。Come on!
敵殲滅。少年、君を狙った悪魔だ。そしてここは今は魔界と呼ばれている。魔界、それは悪魔たちが住む世界を呼称した言葉だ。君も先ほど見ただろう。古の神々とその眷属は悪魔と呼ばれ、この世界に住んでいるのだ。だが安心してほしい。私、人造魔人青髪が君を助けよう。私たちはナホビノと呼ばれる存在と、この体であれば悪魔と戦い進むことができる。安全な場所にたどり着くまではこのまま進むとしよう。この世界を把握するためにまずはここへ向かってほしい。先ほどの戦いで消耗したようだ。魔月日を集めるといいだろう。この世界は魔月日と呼ばれる悪魔の力の源となる霊力が満ちている。それが結晶化したのが周囲の光だ。何？少年、君には魔月日が見えていないのか？まだ体が馴染んでいないのか？目を凝らしてもう一度見てほしい。見えたか？そう、それが魔月日の結晶だ。魔月日は我らにとっても力となる。見かけたら近づき、エネルギーとするといい。
少年、見てほしい。これが魔界と呼ばれる大地だ。ここはかつて東京と呼ばれていた。しかし時が過ぎ、悪魔が跋扈する魔界と化したと聞く。少年、君の疑問に答えるだけの情報を今の私は持っていない。私が覚えていることは、かつてこの地で神と悪魔の戦いがあったこと。天使と悪魔があの東京タワーの前で遭遇。その場に私も居合わせたことは覚えている。だがその後の記憶データが破損している。覚えていることは君を守れという指令のみ。少年、このまま共に東京タワーまで向かってくれないだろうか。記憶の最後に残るあの場所へ行けば何かを思い出せるかもしれない。データ照合の結果、流血だと断定。流血とは、大地の霊力があふれ出た場所で、とてつもない力を秘めているという。触れるものを癒すだけではなく、望むものを異なる場所へ一瞬で飛ばす力もあるそうだ。先の戦いの疲れもある。癒しの効果があるか確認することを推奨。変な奴が舞い込んできやがった。ここはどこだ、だと？ここは俺様の住みかよ。見ての通り、珍しいものを集めてるからな。普通のやつが来られないところにこうやって住んでるのさ。しかしお前、変わった悪魔だな。一つの体に二つの意志を感じるぞ。気に入ったぜ。俺はギュスターブ。お前には俺の持つ品を何でも譲ってやるぜ。もちろん優勝だがな。で、お前、東京タワーを目指してるのか？そのために流血の力を利用しようとしてここに流れ着いたと。だったらますます俺様から有用な品を買うといい。マッカさえ払うなら何でも売ってやる。悪魔との戦いに役立つ品も揃ってるぜ。
うんだな。てしゅっ、マイド。他に用はあるか。キヒ、もう帰るのか。じゃあお前がいた場所に返してやる。ところでこうして会ったのも何かの縁だ。一つ頼まれてくれないか。俺はかつて人間が使っていたものに興味があってな。ミマンという古文どもに収集を頼んでいるんだ。だが連中は気まぐれな上に忘れっぽい。探し物をやめて自由気ままに過ごしてやがる。クソめ。だから見かけたら俺のところに一度戻るよう言ってはくれないか。もちろんその分の礼はするぜ。それと龍脈とここをつないでおく。これからは気が向いたらいつでも来るといい。キヒヒ。じゃあな。そうそう、忘れてたぜ。流血の利用方法を教えてやる。流血に集まる霊力を利用してお前さんを回復できるんだが、ただというわけにはいかねえな。キヒ。それなりの魔化を払ってくれるならちゃんと癒してやる。覚えておきな。予想外の出会いもあったが、無事流血の機能を把握できた。東京タワーへ向かう間に頼まれた未満の捜索を推奨。という生物ではないだろうか。何？じゃあね。ミマンを無事発見できたようだ。ムクロの隠れ家へ報告に戻るとしよう。力を宿したうつせに、それは選ばれし者だけが使える力だ。三田にある流血へ行くんだな。お前を導く存在と出会えるだろうよ。帰るの。少年、前方に悪魔を確認した。そこで一つ提案がある。このまま一人で魔界を進むのは危険だ。共に戦う仲間を作ることを推奨。悪魔会話を用いて相手を説得し仲間にしよう。魔石を用意しておいた。これを用いて相手を説得してほしい。
仲間にしたい悪魔がいれば交渉をするといいだろう。少年、前方に悪魔を確認。悪魔と有利に戦う方法をレクチャーしよう。悪魔と戦う際は自分から剣で切りかかるべきだ。そうすれば戦いで先手を取れるケースが多い。逆に相手から攻撃された場合、先手を取られる可能性が上がる。相手の動きをよく観察して有利に戦えるように行動してほしい。しやがった。他に用。次はもっと。
おかげで助かったよ。あー、でもよく考えればあんたを見込んで助けを求めた私がすごい気がしない？やっぱりなし。さっきのお礼は取り消しね。こうして無事に助かったのはあんたに声をかけた私のおかげだね。近づいてきて何かを騙し取るような悪魔も存在する。相手にせず
先へ進むことを推奨。もう本当に行っちゃうの？ふんだ、もうあんたなんて知らないんだから。
これはこれは、興味深きものがこの地に訪れたものだ。その顔、見せてもらおうか。よく来てくれた。我は長きにわたり、再び我を認知できるものを待ち続けていた。二つに分かれた知恵と生命、その元なる姿であるナホビノの再来を。我はソピア、異なる次元から世界とナホビノを導く一人。神に等しきはずの汝のその力、未だ不完全で不安定な様子。汝に眠る力の片鱗、我が目覚めさせてやろう。
あらゆる力を己のものとするうつせみと、世界の摂理に働きかけるカムイを目覚めさせた。汝はこのあとダートをめぐり、うつせみとカムイの源たるミイツを集めるのだ。それらはナホビノの力となり、汝に神聖の輝きをもたらすであろう。おや、知りたい分野を選ぶ。習得するのだな。習得するのだな。これでいいのだな。これでいいのだ。仲間を集めて、どうやら無事に三日の流血にたどり着いたようだな。なら、もう一つ教えておいてやる。流血同士は流脈でつながっているんだぜ。流脈渡りと呼ばれる機能を使えば、一瞬で離れた流血に飛びるんだ。興味があるならやってみるんだな。ケイス！Thank you.
少年、前方に存在する赤いオブジェ、そこから強力な悪魔たちの気配を感知し、あれはマガツカと呼ばれるもの。溢れる霊力を求め集まった悪魔たちの住みかだ。近づくのは危険だが、東京タワーへ向かうにはあれを破壊して進む必要がある。戦闘、現在の我らの戦力なら進むことは可。悪魔が…習得するのだ。これでいい。仲間を。キヒヒ、お前いいもん持ってるじゃねえか。それのことだ。ぜひそれを俺に譲ってくれ。品物の価値にふさわしいだけの価格で買い取るぜ。キッヒッ、さあ早く俺に売却してくれ。キッヒッヒッ、うんだな。キッヒッ、マイド、うん、キッヒッ、マイド。他に用はある。次はもっと。No.
少年、よくやった。これで先へと進むことができる。良いか。Thank you.
仲間を圧倒。